What's going on everybody? 皆さんこんにちは、インディー鈴木です。今日みんなに紹介したい表現はこちら。 I got up early 早く起きた、そんな意味となってます。 Get up は起きるってことですね。これ Wake up が目を覚ます、 Get up が、実際に起きるってことですね。はい、早くが early です。これ時間的に早いってことですね。例えば5時に起きた、6時に起きた、そんな時に early を使います。ぜひとも覚えて使ってみてください。それでは一緒に練習してみましょう。 I got up early、 どうぞ。 I got up early、 どうぞ。それではまた、バイバイ。